国鉄タム7000経過車は、かつて日本国有鉄道及び1987年4月の国鉄分割民営化後は日本貨物鉄道に在籍した私有貨車である。本形式と同一の専用種別である多岐11600型についても本項目で解説する。タム7000型は、 プロピレングリコール専用の15トン石炭ク車として1959年8月1日に2両が新潟鉄工所にて製作された。本形式の他にプロピレングリコールを専用種別とする形式には多岐11600系の1形式のみが存在した。落成時の所有者は畑産業でありその常備駅は東京都の田畑駅であった。 1977年10月1日に伊藤中正寺へ名義変更された。タンク帯は普通構成で内部にステンレス鋼板が打ち張りされていた。積み荷は吸湿性の強い特性を持っているため、除湿装置をタンク帯上部に装備した。二役方式はタンク上部にある液入管からの上入れ、突出管からの下出し式である。1979年10月より化成品。 分類番号93が表記された。車体色は黒色。寸法関係は、全長は 7300mm、全幅は 2530mm、全高は 3742mm、軸距四は 4000mm、自用席は14.7立方メートル、自長は11.2トン、換算量数は、積車2.6、空車1.2であり、走り装置は2段リンク式。 車軸は12トン長軸であった。1987年4月の国鉄分割民営火事に車席が JR 貨物に継承されたが、1992年9月に2両とも廃車となり、同時に形式消滅となったが、現車は1989年頃に姿を消している。多機11600型は、 プロピレングリコール専用の35トン石タンク車として1968年7月3日に一両のみが新潟鉄工所にて製作された。記号番号表記は特殊表記符号公前知事小滝と表記する。落成時の所有者は畑産業でありその常備駅は東京都のスカイ機であったが1977年10月1日に伊藤中小寺へ名義変更された。 さらに1981年10月26日に日本陸運産業へ名義変更され、同時に常備駅が越中島駅へ移動している。タンク帯はステンレス構成のドームなしタイプであり、積み荷は吸湿性の強い特性を持っているため、乾燥灯をタンク帯上部に装備した。二役方式はタンク上部にある液入管からの上入れ、土出管からの下出し式である。 1979年10月より化製品分類番号93が表記された。1987年4月に専用種別がエチレングリコールへと変更になり乾燥灯が撤去された。車体色はステンレスジ色であったが後に銀色塗装された。寸法関係は 全長は 11600mm、全幅は 2476mm、全高は 3824mm、台車中心間距離は 7500mm、自用積は33.9立方メートル、自長は15.3トン、換算量数は、積車5.0、空車1.6であり、台車は、ベッテンドルフ式の TR41C であった。 1987年4月の国鉄分割民営化時には車席が JR 貨物に継承されたが2003年度に廃車となり同時に形式消滅となったが現車は2001年頃に姿を消している末期は上栖駅構内に留置され旧車状態が続いていた国鉄滝11600経過車に関するカテゴリーありがとうございます